エマザーホームの FC 町田ゼルビア3人変えました。ゴールキーパーは、ポープウィリアム、ディフェンスは3バック深津、高橋、そして奥山です。右に尾長、左に太田、ダブルボランチは高江と安井、ツーシャドウに平戸と長谷川、ワントップドゥドゥと予想していますが、4バックの可能性もあるというメンバーです。一方のロアッソ熊本をご紹介していきます。こちらは 3-3-1-3 です。ゴールキーパー佐藤優也、そしてディフェンスは右から黒木、姿、岩葉、オサム、ヘンリー、アンカーポジションに川原を置いて、その前に三島と田辺、トップ下伊藤俊、3トップ左から坂本、高橋、杉山というメンバーは前節から全く変えておりません。奥山からドゥドゥ、今は右に流れて起点を作ります。長谷川から縦つけてドゥドゥ抜け出していく中央、そして平戸大輝、佐藤優也ナイスキーパー、まあ、右サイドね、今こうテンポも良かったですしね、まあ、佐藤選手もナイスセーブでしたね、まあ、入ってもおかしくなかったと思いますけどね、後半はね、まあ、そこ消しながら、まあ、そこ蓋しましたし、ちょっとこう外循環になってましたからね、はい、まあ、このあたりをどういうふうに改善してくるかというのは今日の熊本のポイントにもなっていきそうです。ここから杉山狙ってきました、まあ、彼もパンチ力はあります、守ってますからね、思いっきりの良さも、ね、際立ちますからね。ドゥドゥ時間を作った、左から尾長肘の上がり、よく戻ってきました杉山、さらにもう一度安井が拾って、よく拾いましたね。さあ高江亮、内側に絞っている奥山、高江縦につける、さあここからドゥドゥ落とし、長谷川、安井、見事な崩し、見事な右足、先制 FC 町田ゼルビア。ワンタッチ2つついてましたしね、まあ、相手もつきにくくなりましたし、この右足のコントロールショット、いやこれも無理ですよね。そうです、ただあまり高い位置ではありませんので、もう一度最終ラインから作り直します。今度は黒木のドリブル、狙ってきました、遠めの位置から竹本雄飛、狙いですかね、まあ、これも意外性ですよね。チョンテセの落とし、まあ、ホールディングのアピールもありましたけど、プレーオンです。さあここから山口和真だ、これですよ、狙ってきました、これですよね、 50m 超のフリーキック決めてますので、ここからでも彼は狙うんですよね、はい、まあ、彼はペナルティエリアの外側から打つ数が本当に多いですよね。キックモードのサイドの選手がボールを持ったときに対しての、まあ、中のアクションというところが、はい、トスライン入った、トスだ、トスだ、決まった、ここでトスだが初ゴールを決めました。行きましたね、なんかなね、中のアクションが足りないかなって思ったんですけど、まあ、そういったら川原選手ですよね、まあ、これ一つでしたし、はい、もう自分で最後行きましたね、強引にね、これが昨シーズンの関東大学リーグ一部得点王の、さあラストプレーでこじ開けるでしょうか、町田ゼルビア、センターバック陣上がっていきます、選手もいますからね、高さもう1枚加わりました、やりくる、おキーパー、これ今ゴールにそのまま行きそうな軌道でした。さらにもう一度広げて罠が、まだ中にターゲットは残っています、クロスが上がってくる、ヘッド来た、2つでした、いやピンポイントでしたけどね、完全に頭は越してたんですけどね、枠の左へ逸れていきました。そしてこの瞬間に試合終了の笛、今日は先制した町田、しかし後半に追いついた熊本という展開、1対1のドローゲーム、駒澤大学出身の大卒ルーキー利田雄生が J 初ゴール、これが価値のある勝ち点1を呼び込みました。